匿名希望さん39歳漫画家。岡田さんは生まれ変わりを信じないと言っていましたが、私は信じてます。そうじゃないとどうしてもこの理不尽な世の中の説明がつかないのです。良いことばかりして早死にしてしまう人、生まれつき病気の人、才能がある人ない人、前世との関係があると考えないとこの世の中は残酷すぎませんか。はい、ありがとうございます。もうあのコメント欄では残酷だよっていうですね、モナミにひらがなで教えるというキャンペーンが始まってましたけども、生まれ変わりは僕も信じてないんですけども、前世があるとこの人は考えてるんだ。でこの人は前世があるという理由は何かっていうと、理由はそうじゃないと、理不尽っていう言葉も難しいよね、なんかこう公平じゃない、生まれつき病気の人、才能がある人ない人みたいな差があると、差別があると、もうこんな差別があるからには前世があるに違いないと考えたんだね。ところが、そうじゃないと公平じゃない、つまりこの世界は実はこの世は残酷ですと、という考え方なんだよね。この世は残酷です。でこの世の中は残酷で、なんでこんな残酷なのかと、前世に何か因果があったから、悪いことしたからその人は病気になってたり運が悪かったり才能がなかったりするんだという考え方なんだけども、このいう理屈も成り立つんだよ。で宗教というのは概ねこの理屈でできてるし、宗教とか入ってもう全て分かったんです、世の中の秘密が全部分かりましたという人は大体この手の理屈を使うんだけども、当たり前だけども、まあこの世は残酷ですではなくて別の考え方あるよね。これと対立する考え方で、この世はレリゴーですと、ありのままですと、つまり生まれつき病気の人もいれば、まあ、なんか何やっても健康な人もいると、何やってもうまくいくような人もいれば、何やっても好かれるような人もいれば、何やっても運が悪かったり何やっても嫌われる人があると、ありのままもうどうしようもないようなものです、このままを認めるしかないんです。レリゴーっていうのはそういうことだよね。じゃあこの世はレリゴーだっていうふうに考えると、ここ同じなんだよ、つまりこの世はフェアじゃないと、公平じゃない、前世なんかねえよと、前世なんかないと。でこの2つの前世があると前世がないはどこにターニングポイントがっていうか、あの分岐点があるのかっていうと、この世の中は残酷っていうやつかな、考え方かな、つまりコップの水問題なんだ。よく言うじゃん、コップに水が半分あります、もう半分しか残ってないって考えるか、まだ半分も残ってるというふうに考えるのかと、これはポジティブシンキングでよく出てくるよね。でこの世の中には差があると、人間には生まれつき背が高い人低い人、不細工な人綺麗な人の差があると、それを残酷だと考えると、その残酷さに何か理由があるはずだっていうふうに考えて前世があるというふうになってしまう。でそれが残酷だと考えずに、それが世の中なんだと、動物の世界にもそんな生まれつき不具合持ってる動物もいれば、アルピノ白子みたいなで長生きできないやつ、それが世の中の在り方なんだっていうふうに考えると、世の中公平じゃないんだから前世なんかないになっていると。これはもともとその人の心のありようの問題、世の中の受け取り方の問題なんだ。なので無理やり理由をはめちゃったりすると前世とかになってしまうと。まあ僕の考え方も本当に前からニコ生で話してる通り、前世なんかがあったとしたら、いわゆるギリシャ時代とかエジプト時代とかそこら辺に全人類の人口なんてさ100万人とかさ1000万人ぐらいしかいなかったんだから、前世があったら前世足りないじゃんってことになっちゃうよね。1000万人しか人口いないのが70億人に膨らんだんだからさ、残りの69億9000万の魂どっから来たんだよ問題になってきちゃうわけだ。でそういうふうにすると、昔の人は魂が濃かったとか、今の魂はなんかこうカルピスを分けるみたいな、どん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 へんてこ理屈になってくるから、そんなへんてこ理屈を振り回すぐらいだったら前世なんかあるはずねえよと、そんなおかしなことを考えるから、世の中には理由が必要になってきて変な宗教にはまっちゃうんだというふうなことになってしまうと思います。岡田斗司夫がやってることは宗教っぽいというふうに言われて、俺別にそういうふうに言われるのは全然気にしないんだけども、宗教との一番の差っていうのは、この世の中には理由があると言って、その理由はこうだ、だからここを立てばいいんだっていうような安易な言い方だけ俺絶対してないのね。これそれやっちゃうと、そういう発想法が宗教なの。だからその本体がいかに宗教臭かろうが、なんだろうな、人生論としてまともに聞こえようが、こういう手の考え方を俺は宗教だと思ってる。で下の方の考え方は宗教じゃないからさ、救いがないんだ。上の方は嘘があるから救いがあるんだ。
でも下の方は救いがない。で、申し訳ないけど俺は救いがない方の考え方してるから、どうやっても宗教っぽくなれないし、誰の救済もできないんで、俺ができるのは誰かの心をちょいと楽にする手助けしましょうって、さっきのその教会に行こうかアニメに行こうかという人に対しても、もっと夢のある嘘の回答っていうのは多分作れると思うんだよね。でもそうじゃなくて、あ、おめえ逃げていいだけだよっていうふうに言っちゃうのは、こっちの下の方の人間だからなんだ。だから宗教家かどうかっていうのは割とそっちの方の見分け方の方が俺確実だと思うよ。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。